今日23日月曜日は勤労感謝の日です。勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝し合う日とされています。ここからは意外と知られていない勤労感謝の日の歴史に迫ります。まずはなぜ11月23日なのかをお伝えします。実は11月23日は最初から勤労感謝の日だと、もともとは新嘗祭というお祭りの日とされていたのです。では新嘗祭とはどんな行事なのでしょうか。その年に収穫された新米や新酒を天地の神様に捧げ、天皇と国民が一体となって天地自然の神々に感謝し、収穫を喜び合う国民的な祭典です。その歴史は古く、一説によると飛鳥時代からあったと言われています。宮中行事のため一般の方にはあまり馴染みがありませんが、新嘗祭は今でも大切な行事として執り行われています。新嘗祭の1ヶ月ほど前には寒嘗祭というものが行われます。寒嘗祭は新嘗祭と同じく稲、麦、泡、大豆、小豆の五穀を日本神話の神々に捧げるお祭りです。新嘗祭の場合、天皇陛下が五穀を日本の神話の神々、さまざまな神々に捧げて豊作を感謝し、また天皇陛下自らもその五穀を食します。しかし寒嘗祭の場合は、伊勢神宮においてその年に収穫した新穀を奉納する儀式であり、天皇は初穂を召し上がらないそうです。現在では農作物の収穫を祝うだけではなく、さまざまな労働、勤労に対して感謝する日となっています。秋の収穫という大きなイベントが終わり、一段落した農家の方にもねぎらいの気持ちを伝えてみるのも良さそうですね。